トラップでよく分からずに死んでるやつよね。デューデット。ああ、これで使えるんだ。よし、厄介な方倒した。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。今日、すごく久しぶりですが、PC ゲームの実況したいかなと思っております。連休中ね、何やろうかななんて思いながらツイッターを見てたらですね、このエバーライドっていうゲームのですね、体験版が出たということで、発売は2021年の秋らしいんですけれども、まあ、最近よく言葉として聞かれるようになりましたが、ローグライク系統のね、ローグライトっていうそういった、ローグライクの要素を持ってる系のゲームでして、単性の、なんでしょうかね、四角い盤面みたいなところでいろいろと戦略的に戦うゲームらしいです。まあ、すごく雰囲気良さそうだったので、とりあえず遊んでみたいと思います。スイッチでの発売とかはまだわかりませんが、ここまで日本語とかちゃんと体験版の時点でできてるんだったら期待してもいいのかなと思います。じゃあ行きましょう。というかね、これ初めて見たとき、あれだな。ホローナイトの新作かなと思ったんだけど、違ったわ。はい、チュートリアルです。ですね、来世に来たみたいなね、なんか設定があるらしいですね。君は死んでいる。でも心配ない。私は君を案内するためにここにいるんだ。そう、その通り。体が死んでも来世を渡る楽しみもあれば、永遠の地獄に落ちるものも、うん。そして判断するのが難しい楽しみもある。そっかそっか。過去はあまり思い出せない。でも手に武器を持っているから戦士だと言って差し支えないと思うが。というわけで、生きていた時のことがちょっと反映されるみたいな設定があるみたいですね。はい。まず君の新しい精神体になれるところから始めてみよう。今から行くところに移動してみるんだ。はい、行きまーす。コントローラーのタイプはですね、スイッチっていうのがあったんで、それに変えてます。僕もスイッチのコントローラーを PC にぶっ刺して使ってます。反転。いや、これはノーマルでいいと思う。まあ、というわけでこういう風に移動していくんですが、今僕どうやって移動した？は？あれ？これ純粋に斜めで動いてんのか？いや、横で動いてんな。はいはいはい。これなんで斜めにしたんだろうとか思っちゃうけど、まあ、これは普通に右左で考えていいんですけど、右に行きたきゃ右に押せばいいし、左に行きたきゃ左に押せば OK です。一瞬戸惑うけど、まあ、そのうち慣れるでしょう。X をしながら移動すると、タイルをダッシュできる。ほんと？あ、ほんとだ。これちょっと頭使いそう。まあ結構ローグライク、まあローグライトってこのゲームは説明文の表記とかで書いてますが、そういう系のゲームってアクションに分かれるか戦略に分かれるかって結構違いますけど、これは結構戦略家の方向かな。タクティクス系の方が要素強い感じもしますね。基本攻撃を発動できる。とりあえず上に行きましょう。それじゃあ、フォーカスをどれだけうまくキープできるかやってみよう。フォーカス。アザルチはフォーカスを維持して真の戦士であることを証明するんだ。フォーカスバーがゼロになる前に敵を攻撃するとタイマーが延長される。敵を攻撃するとフォーカス EXP が増え、フォーカスリバーを上げることができる。素早く行動を続けるってことが。はいはいはい。X の移動が肝か。あ、そっか。これね、なんて言うんだかな。X で移動させてくれるんだけど、例えば横1マス空いてるところに対して X を押そうとすると、それはダメって言われるんだよね。上がった。あ、敵が出てきましたね。なあ、面白いな。まあ、画面としてというか、慣れると、まあ、ローグライクだわなって感じはするんですけど。あ、それに行っちゃう？ちょっと待って。倒した。倒したら OK なんだ。最初、移動がね、あれ、上だっけ？これ、右だっけ？左だっけ？みたいになることは、まあ、しょうがないと思う、正直。こういう時は素振りできないのか？素振りないのか？あ、死んだ。死んじゃった。
ちょっと待って。これダメ？あいつ逃げてばっかり。あ。あ、ちょっと難しいかも。ちょっと待って。隣会えないんだけど。あ、というかまあ主人公はそもそもだから2回ダッシュできるっつってんもんな。でもね、待って。ということは、こっちにこうやれば、ああ。なかなか、すれ違いの人生ですね。ここで X を押しても、奥に行かせてくれないんですよね。あれは。お。追い詰められねえ。なんかトラップにはめようって感じにもできない。あ、ちょっと待って。チュートリアルだから、頭使っていきましょうというか、覚えていきましょう。でもさっきあいつ普通に倒せた気がするんだけどな。空振りとかができないんだな。あいつはまあ今はトラップ死にしましたね。まあああいうのもあるけど。自らのトラップで死んでないか。意外と隣にあるの難しいな。パズルゲームっぽくもありますね。こういう風に見ると。横。いや、全然会えない。他にボタンないのかな、まあ、たまたまこうやって会ったこともあった。うん。スマバ停止って教えてくれないのかな。てかそもそもないのか。そんなゲームあるか。トラップでやられることは結構あるみたいですね。まあ、僕も注意なんですけど。上。あんま横行きたくないなぁ。これ上に行ったら、突撃回っちゃうかなと思ったけど。あいつ平行に移動してんのか。じゃあ上。これは3です。これは攻めた。あいつはなんか使おうとしてんのか。敵のやはり行動パターンがあるんですね。まあ、これは人にあったからやっておく。これとこっちでいいんだな。これわざと一回離させるんだな。そうすると、こっちにフォーカスして、フォーカスって言うとこの言葉だと別の用語があるからあれなんですけど、こっちに照準ターゲティングしてくるから、逆にそれを利用して倒すみたいな。要するに2回切る必要がある。運横が何もなかったね。お店です。はい。天使を呼んでくれ。うん。ヒント、スキルです。モディファイア。スキルはチャージで発動できる能力。チャージは移動することで増えるが、ダッシュでは増えない。うん。ここでフォーカスレベルが出てきたりするんだ。そんなにかけら持ってる。ちょっと待って。新聖剣。一体入った時に一体攻撃する刃を召喚。離れたところっつうのはいいなぁ。リロールはしない。これはエネルギーマントル。何かわからないなぁ。回復はまあいらないとして、これにしようか。言うて他も変えるな。これにしよう。じゃあ行きます。ちょっと行ってみましょう。で X があって言ってたけど、
じゃあ Y だ。Y で今はターゲットがいない。いった。ライフがこれちょっとやばいのか。なんか一気にトラップでやられたけど、あれ成功に移動してんだっけ。あ、先行っちゃダメだった。これはこっちに行った方がいい。へえ、これ迷うな。どうすりゃいいんだろう。ああ、ダメだった。なんかせっかくいろいろ手に入れたみたいな。何も使えなかったな。フロア1、うん。これね、結構難しいと思う。よいしょ。一面から普通に死ねる。これはよかった。敵を攻撃できることは、まあ、その場で一体止まれることになれるから便利だな。ここはハートかな、マス。ありがとう。ちょっと痛いですね。まあ、そもそも買えないんですけど。マークか。自分にデメリットはないんだね。これかな。あ、でもチャージャーって今なんか役に立つのかな。そう。これにしよう。じゃあ行きます。このゲーム割と初見でちゃんと負けないでできる人いたら相当頭いいなと思う。あー、これは、これだとワンダメ受けちゃうのか。なんかいろいろやっぱ考えるゲームですね、これは。まあ、その、タクティクス系とは違うんだけどね。パズル的な考えるゲームだよね。一応トラップないから、どうすんねんって話なんだけど。あ、凍るんだ。もう凍っちゃったよ。一応メーターは下がるんだけど、考えるときはあるから考えようって感じかな。まあ、2マス移動がポイントなのかな、主人公として考えると。ああ、はいはい。こういう感じか。軸合わせ。ああ、はいはいはい。二マス移動は主人公だけが持つと、今のところ特権なんで、うまく使っていきましょうって感じ。ちなみにやっぱ上下の概念っていうのかな。上下左右の概念ね、やっぱちょっと難しい。まあ、右か左かって言われて、そう言われればそうなんだけどね。多分、当分の間はちょっと間違えると思う。これは一歩前に出ていい。叩く。これは引かな。ダメージ受けちゃった。まあ、しょうがない。これは一回引きましょうか。OK。もう一回。もう一回。これは引きで、こうでどうよ。あ、ごめん、間違った。これは一発もらった。はい。今回は割と順調に、もう一回ショップまで来ました。もうそろそろ一回、クリアっぽいものがあるエリアまで来たいね。フラジョニットをランダムに倒す。普通に良くないか。まあ、とか。ダメージは受けてないです。いろいろ買っておこう。ダッシュをすると起点の体力が一旦炎上し、これか、これがどんなの。ああ、
これで。これね、これね、いろんなね、目、あるから、いろんな要素があるから、敵の移動パターンとか見ないで動いちゃったりするとね、それが危ないんだよね。これは下で。下で。これはダッシュで、青い炎か。OK、時間はした。もう一回。まあ、毒置いてるやつは基本何もせんので、自分からは。OK。よし、気をつけてみましょう。魔法使い2人。これは、欲張りたいんだけど、という上。あ、ごめん、1、1もらう。大丈夫。あ、しまった。乗せた。これは、下かな。なんか横ダッシュしたら、えらいことになりそう。えらいことになったな。これはこっちだな。これは、上でいい。上でいい。一回上。ダッシュ。一回受けたぐらいか。頑張って。フロア8。こいつ急いで倒す必要ないんだけど。上かな、一回。あ、間違った。ちょっと一回上に入れて。ちょっとお茶濁して。トラップでよく分からずに死んでるやつよね。デューレット。ああ、これで使えるんだ。よし、厄介な方倒した。やっと初めてスキル使ったけど、まあ便利ですな。ああ、しまった。ええー、いやあ、しまった。自分も当たるのか。はい、ショップでーす。やり直し回数が多すぎてよくわかんなくなってきました。この後が鬼門なんだよな。多分、だいぶカットを挟んでると思うんですけど。いろいろ使ったんですが。あ、これ良さそうだな。まあ、あって全然悪くない。あと、デコイをやってみるかな。ボムはね、前使って全然わかんなくてね。まあ、さすがに ボムの爆風に巻き込まれるようなことはなかったんですけど。それで敵を倒すこともできなかったんで、今日デコイってやつにしてみよう。ここから一気に敵の数増えるんだよね。普通に厳しい時もある。デコイ出してみる？あ、弱。まあ、敵の隣接してるところに出すのはあんま良くないですね。良くないというかもったいない。HP1 しかないんで、そりゃ死ぬわなって感じで。あいつは2マス移動で。いろいろやるのがいいんですが。OK。よし、トラップがやってくれた。なんとかなった。結構数減った。これは出してこう出る。OK。あいつにダメージをもらうことほぼないんで。OK として、ここですね。今日割と優しくないか。さすがにちょっとこのゲームも出れたか。ちなみにね、敵の初期配置とかによってはね、まあ自分の動かし方もあるんですけど、割とガチで積むときもあったな。それどうしようもないじゃんみたいなときもあった。これは下で OK なはず。どうしよっか。上。OK。よし。いいんじゃない？フロア9だ。多分フロア9まで来たの初めて。
これはね、一気に近づいていいか。こうします。これ上行かないとダメなんで上行きます。マジックが来る。これは倒せばいい。倒せばいい。よし。このポイント良かったな。あとはほぼほっといてもいいんですけど。別にはよし、ガク。10だ。10万来たの初めて。お金、意外と溜まってんな。ライフ、ちょっと減ってんのか。いや、減ってないか。ごめんなさい。嘘でした。10% の確率。低くない？ 50% ぐらい欲しいよね。気合の、ん？気合の鉢巻きか。ポータルはね、使い方難しい。2ターンいるっていうのがすごい難しい。まあ、持ってたら 10% の確率で僕は生き残れるか。まあいいや、買うものもないし。これ、あとは貯金で。何フローぐらいまで最近も遊べんだろう。わあ、雰囲気変わったね。ちょっとアイスの雰囲気がわからなくて怖いんですけど。相手、ちょっと待って。でこーい。ええそんな。え、デコイ出したのに。ダメだった。マジか。再スタートでどこ行くのこれ。そんなフロア1に決まってるだろって感じですよね。フロア1か。オッケー、じゃあ今日はこれぐらいにしておきますか。まあ、なかなか、骨のあるゲームだなと思いましたので、本当に頭で考えないとね、なんか難しいと思います。体験版がどこまでいけるのか気になるな。とりあえず続きも撮ってみたいと思うんですが、今日はここぐらいまででおしまいにします。またよかったら見てください。